こんばんは。こんばんは。皆様こんばんはです。なんか長い毛があってさ、気になるわ。こんばんは。今日はお話し会ありがとうございました。気になる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 、長い毛が気になります。邪魔です、とても。なんかいるあ、でも消えたかも若干。すっきりいい感じになりました。こんばんは。じゃん、今日はニット帽をかぶってました。イエーイ。なんかニット帽ほんまに被ること少なくって、でもなんかネット通販見よって、あ、可愛いと思って買ってみたんですよ、ニット帽。そう、そしたらいい感じでした。あったかかった。あったかいっていうか、もう今日さめちゃくちゃ暑くて、なんなら暑がりながらお話ししてましたね。なんか配信だったらあんま画角的に見えんわ。まあ気持ちいい。変えたらちょっと見える。昼 T シャツで行きました。おお、やるな。やるじゃないか。明日から寒いの？いやだ。どうにかならないかな。今日ほんまあったかい。なんかお話し会中腕まくりしてお話ししてました。ヒートテックもね着とったけん。今日はありがとうございました。お話し会勤労感謝です。皆さん感謝ですね、本当に。こんばんは。だってこの世界はいろんな働く人間のおかげで成り立っているので、そう、感謝ですね。私の人生、私のものなんだ。
からさっきは三つ編み。でももうさ、一見普通の三つ編み見えるけど、こうやって持ったらすごいバサバサすごいバサバサなことが分かりますね。これは朝からずっと三つ編みやり直してないけん、そうバサバサになっちゃいました。そう三つ編みはね簡単じゃけできるんじゃけど、なんだかんだ最近やっとらんかった。そう三つ編みって緩むのね、なんか緩んできたわうわっ西尾さん、築城ありがとうございます。お城、西尾さんお城、西尾さんはお城西尾さんお城とありがとうございます。こんばんはこんばんはありがとう西尾さん。感謝ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。三つ編みは頭痛くならないの？あ、ならないね。全然ならんけん。すごい私に優しい髪型ですね。頭も痛くならんし、めっちゃ簡単じゃし。そう、グッド。グッドですね。三つ編みこれからまたちょこちょこするかもしれん。お話し会で前髪が気になるお年頃こんばんは。ニットとの組み合わせ、そうこれかわいいですよね。なんかさ、今日はこの上の服に下なんかスカート、あのスカートね、あのインスタに全身の姿載せたんじゃけど、あのスカートね、めっちゃ昔にねタンペレで買ってもらったんですよ、親に。上下と靴とダズリンでね買ってもらったの。その下多分中3の誕生日か中2の誕生日にちょっと背伸びしてパルコでダズリンでね買ってもらったの。その時広島にダズリンあって、パルコにもうなくなっちゃったんだけど、なんか私が STU のオーディションの二次審査で来とるさあボーダーのここになんかヤミーみたいなヤミーなんかエリーみたいななんかよくわからん英語が書いてあるボーダーの服があるんじゃけど、その服と今日のスカートとエミリーだすごいすごい、みんなすごい。エミリーと今日履いとったスカートと、あと成人式した時の
お母さんの振り袖じゃなくって神社なんかさ、私の世代は2回成人式っぽい振り袖的なの来たんですよ、仕事で。の2回目の方のピンクの振り袖の方の時に茶色いブーツ履いとったんじゃけど、そのブーツを買ってもらいました。エミリーと今日のスカートと赤い方じゃないピンクの方のお母さんの振り袖じゃない方を着た時に茶色いブーツ履いたんですけど、その3点セットをね買ってもらったんですよ。そういえば、割と今でも着れるようなコーデかも。でもそのスカートずっと履いてなかった。なんか久々に履きましたね。いつぶりに履いたか覚えてないけど、あれ可愛いですよ。ウケる。スカートに生まれ変わるならそういう人に買ってもらいたい。割と何年か放置してしまってたけど、許してくれる？そう、懐かしいな、そう考えたら。そう、でもあのスカートかわいいね、もっと履こうと思いました。誕生日プレゼント、私何買ってもらってただろう今まで。それが15か14の時で、小学生とかの時は DS とかカセットとか買ってもらっとったね。私シルバニアファミリー派閥じゃないんですよね。一個も持ってないと思う、シルバニアファミリー。1個ぐらい持っとったかな。私はねリカちゃん人形でしたね。リカちゃん人形派閥。あとメルちゃん、メルちゃんもうちょっとちっちゃい時、の私の小学校から仲いい友達がその姉妹なんだけど、その友達の部屋にはあのシルバニアファミリーがめっちゃいろんな、もうシルバファミリーの街ができるぐらいもうすっごくて、でその友達のお姉ちゃんの部屋にはリカちゃん人形のもう第何世代までおるんやってぐらいめっちゃいっぱいあったので、めっちゃ覚えてる。その友達の家の階段にこう柵がさ棒でいっぱいあって、その棒に一個一個リカちゃん人形の服と靴と置いてあって、お店のマネキンみたいな感じでいっぱいあって、マジでねすごかった。そうすごかったのめっちゃ覚えとる。私はリカちゃん人形派でしたね。うん、友達となんかごっこ遊びしよったもん。うん、そっちがし派閥っすね。
確かにリカちゃん人形の方が多かったかもしれない。お人形遊びしてました。おもちゃ王国とかも行って、おもちゃ王国ってめっちゃリカちゃん人形があるところがあるんですよ。リカちゃん人形のリカちゃんの家みたいな。そう、感動してた。多分今行ってもテンション上がると思う。リカちゃんだってなる。多分今すごいよね、百均とかにもさ、なんかリカちゃんもどきみたいなおるよね。服も普通に売っとるし、めっちゃすごいなって思う。時代だね。100円で売っとんか分からんけど。そうそう、岡山のおもちゃ王国、行きよった。すごい時代だ。でも大人になって行ってないけん、全然もう幼稚園以来ぐらいしか。行きたいですね、おもちゃ王国。DS はどんなゲームしてたの？でも結構王道です。友達コレクション、動物の森、わがままコレクション、わがままコレクション、わがままコレクションだったっけ名前、なんかなんちゃらコレクションみたいな。あ、ガールズモード、すごい嬉しい。ピンとくるというか、パッとわかる人がいて何人かいる。そう、一番熱中してたのはガールズモードです。そう、本当にハマってましたね。そう、超好きだった。あ、でも友達コレクションとどうもりも割とって感じ、結構やってたんですけど、あとあれよ、めちゃモテ委員長のカセットみたいなあって、それもやりよったね。そうじゃそうじゃ、わがままファッションガールズモードじゃ。すごいゲーム実況とかあるの、それですね。でも今もなんかそういう進化版みたいなね、出とる気がする。なんか見た CM かなんかで。すごいんですよ、なんか型を選んでいろんな色とか選んで、もう髪色とかも美容室とか行かせてめっちゃできるので、お店屋さんの店員になって、お客さんが来て、なんかこんなんこんなん探してるんですって言われたら、これどうですかってね、やるんよ。めっちゃ楽しかった。女の子の、もう女の子の理想が詰まったって感じ、詰まってるねって感じ。そう、楽しかったな。超世代ですね。あと世代のものといったら何だろう、
見るまでポーンはちょっと違うね。しずくちゃん、しずくちゃんわかりますか？私しずくちゃん世代です。おじゃまじゃドレミはねちょっと前だね。しずくちゃんわかる？なんかしずくの形したキャラクターなんだけど、なんかもやっとする。コンタクト取ってるのに。待って、あとあれや、あのさ、キツネみたいなさ毛の尻尾、あれつけよったよ。わかる？そう、浜崎あゆみみたいなやつ。そう、そんなやつ。あれの黒をつけてました、ズボンに、短パンにつけよった。あと、あのカンカン帽、カンカン帽あれよ、わかる？カンカン帽、あの麦わら帽子みたいなものをちょっとカクッとしてるやつ。あれ世代、世代というかそれが流行った時期に憧れて買い寄った。毎月雑誌買ってましたね私。ニコプチから始まり、ニコラとか、JSガールみたいな、なんだっけ、なんかでもピチレモンとかセブンティーン、セブンティーンはちょっと背伸びして買ってましたね。そう、ポップティーンをね結構ずっと買い寄った。雑誌をね 2,3 冊買ってました。今考えたら今がさ買ってないから、なんかそうだなと思う。懐かしい。懐かしいぜ。リボンは買ってなかった。ショーコミ、チャオはちっちゃい頃通って、ショーコミなんだっけ、ショー、そう、でも買ってました。割と単行本派でしたね。めっちゃ持っとった。懐かしい、懐かしすぎる。そう、単行本で揃えたくなってたね。
かしいね。今週一番美味しかった料理なんだろう。でも結構本気で昨日のみかんタルタルチキン南蛮かも。え、なんかさ、いつものクックパッド作った時メンバーとかからそんな言われないんだけどさ、昨日のやつは本当になんかほのたんからも DM 来たし、まひちゃんとまえちゃんからも言われたし、今日そう、あとなんか誰かからも言われたんですよね。反応がすごく良かったです。私なんかまひちゃんからなんか、ちょうちゃんは嘘がつけんタイプやけん、なんか美味しかったら本当にずっと美味しいって言っとるみたいな言われて本当にその通りと思って、文章から伝わってきたって言われました、美味しいのが。そう、本当に美味しかったの。私は美味しいものは永遠に美味しい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 ながら食べますね。マシちゃんにレシピカードあげるけん今度作ってみてって言いましたそう、マシちゃんが一番料理するイメージあるかも、 SJ の中で。普段からなんかさ、最近もさ、ストーリーにおでん屋さんみたいな書いとって、ココアがおでん持ってきてって言いよった私も便乗しました。おでん食べたい。ピーちゃんにはまだ懐いてもらえてません。私が手を近づけると威嚇してきます私の手には止まらないので、私一人の時はピーちゃんを部屋を銃飛び回させることができません。部屋に自分の部屋に戻れないから、多分私のことを新米者だと思ってるんですよ、ピーちゃんは。ピーちゃんがこの家に来て 1,2 年ぐらい、私はたまにしか会わない存在だったので、なんかピーちゃんからしたらピーちゃんがこの家の主なんですよ。そう、で私のことを舐めてるんです、あの人はでもこっちからしたら私の方が何十年もこの家の先輩なので、そう、よく言い合います言い合うというか、私の方が先輩なんですけどって言う、ピーちゃんにでも可愛いです、めっちゃお父さんに懐いてますね。なんかインコってのちっちゃい時、スプーンで口にご飯持って行ってあげるぐらいちっちゃい時からあげとったら結構懐くけど、大人になったらもうかなり懐かないらしくて、そう、
でも仲良くなりたいです本当に。でもね、可愛いんですよ。その籠越しに見とって可愛いんですよね。なんかおもろい、自我感じる。人間味を感じます。すごい可愛い。明日からね、当分私がピーちゃん係なので、餌とかお水とか、買えるやつとか新聞紙、そう、仲良くなれたらと思います。そう、でもね、私がね、先輩だからね。そう、めっちゃ可愛い、面白い。先輩風。かわいい、不定期に泣いてる。夜寝るよ、ピーちゃん。横になって寝るの？いや、なんか普通に棒につかまって寝てました。うちの子は電話の音とか生活音のモノマネめっちゃしてたよ。え、うん、モノマネする。お風呂が沸いた音とか掃除機の音とかモノマネしてる。かわいい。手持ち疲れた。手持ち疲れました。ちょっと待ってて。あ、めっちゃ赤くなってるの分かる。まあいいや。
ございます。こうやったらね、こうやって置いたらね、左重心になってしびれるんですよ。じゃあ重心をまっすぐにするして座るように心がけようと思います。そう、ニット帽、今年はこのニット帽をちょこちょこかぶっていこうと思います。そう、冬服って可愛いなと思いました。やっぱもこもこ、冬服可愛い。そう、襟が2つあるの、かわいい。これこれ、あのセットかわよいです。とてもの、ね、お話し会は12月十何本かオンライン多分なので16や12月16、その時もおめかししようと思います。今日は何時までするの？今日はあのそろそろそろポチですかね。あー、それが今年最後のお話し会か。でリアルが福岡であるか。ね、本当だよね。本当に今年あっという間すぎる。あっという間、あっという間だね。あっという間だな。そう、毎年行ってるんだよな。福岡泊まりやん、ちょうちゃんたち。確かに福岡でリリーベ、どっちが先やっけ、リリーベが先、リリーベしてその次の日お話し会じゃけ。
じゃあ福岡でゆっくりできそう、ご飯食べれそう、美味しいもの、うん、やった、超楽しみ。なんか私福岡のことかなり好きなんですよ結構 STA できてから2期生に出身、福岡出身メンバー結構おったんじゃけど、2期生が入ってくるまでは私とコウコちゃんが福岡担当って感じで、リリーベも2人で行ったりしてて、そうじゃし、なんかその前儀なきの舞台で行ったりとか、あとお仕事でもちょこちょこ行って、福岡めっちゃ好きになりました。美味しいご飯が、じゃけ楽しみ。だってね、今週末も福岡行くんですよ。それはね、あのすぐ帰りそうやけ堪能できるかなって不安なんじゃけどそう、ちかっぱ祭、あるし、来月はその2つ、2日間あるけん楽しみすぎる。なんか今日さ、関東のファンの方々がもう今年関東来ないみたいな言われて、会える系のイベントで、で思い返したら確かに、あれ今年行かないと思って、今のところ私って今年行かないですっけなんかないよね予定に。そんなことってあるって思う。今までさ、そんなコロナ禍とか以外でさ、こんなに行ってない時あったっけ、会える系のやつがないことあったっけ。うん、個人的に来てくれ、え、それもめっちゃ言われましたなんかソロイベントみたいなしてみたいな、したい。なんかみんなさ、ファンクラブできた人みんなイベントしよるよね。そう、私いつなんだろう、全然聞いてない話でもまあいつかいつかするかな。ちょうちゃんはどんなファンイベントしたいの。え、みんなどんな感じのしよん。なんか噂で聞いたのは、おきちゃんが私物プレゼントしたみたいな、あとみんな割と歌ったり踊ったり、あと誰かがさ、ベートーベンさんと漫才福ちゃんかな、誰だっけ、したっていうの聞いた。撮影できるらしい。え、そうなの？いいね。カラオケ自由よ。え、いいいいいい。私の需要があるかあるか、あるかあるかじゃない。あるかないかわかんないけど、そのソロ人から行った時とかはアイドルの曲とかあんま歌わないんですよ。もうジュジュさんとか。最近は宇多田ヒカルさんとか愛子さんとかの曲をもう感情込めて熱唱するんですな。てけん、そういう私が人からに行った時の瀬取りを披露したい。もう盛り上がる盛り上がらんとか考えんかも。ただただ歌いたい歌歌う回自己満カラオケ会、うん、
やりたい。うん、ね、タイトルがすでに決まってる。確かにちくまんカラオケ大会行ったことある人います？ファンクラブのイベント、どんなことしてる？ジョーちゃんのアイコのキスハグ聞きたいな。私はアイコさんのキスハグが一番お箱です。一回ね、福山だよね。福山、東京、どっちかの、あのソロ PR 舞台の感謝のね、ソロライブで歌いましたね。ミヒンはオリジナル歯ブラシプレゼントしたみたい。え、思った。なんかそれさ、なんかストーリー、ツイッターかなんかで見て、オリジナル歯ブラシとはってなった。めっちゃ可愛かった。あれ一生使わない。え、あれは、え、そのファンクラブのやつのために作ったってこと？あれ、そういうのも作れるの？めっちゃ良くない？私もさ、なんかグッズ作りたい。ギターカラオケツーショットありました。ツーショットいいね。え、何人ぐらいそれって入れるん？何人ぐらい当選するんじゃろうね。どんなグッズ作りたい？ゼッケン。STU は青いゼッケンに石立ち、私は石立ちって書いてあるんですよ、前後ろで。私もうネタバレになるんですけど、今年の生誕 T シャツは、そうゼッケンをねデザインしたやつにしたいと思ってて、白い生地にこうゼッケンの型取りの青をやって、ここに大きく石立ちってある生誕ティーをしたいなってすごい思ってるの。でも生誕ティーってこの決められた枠内しかデザインができませんみたいな感じなの。じゃけ、でもさ、ゼッケン風にするならさ、この辺のさ、この形、型取りみたいなのもさしたいじゃん。そう、じゃけん、それができんのだったらちょっと違うかなって思ったり。でもね、ゼッケン風にねめっちゃしたいの。私生誕 T は前後ろどっちかしか、柄というか絵をできんけん。そうなんですよね。確かにファンクラブなら作れるかもね。確かにね、ゼッケンそのもの、そう、それがしたいけん、ちょっとその季節になったらお願いしてみるつもり。お願いというか、こうやってできないんですかって聞くつもりです。もしそれができんかったときは、おしゃれ生誕ティーになります。
おしゃれ生誕っていうのはもう考えてます、こういうのにしようって。じゃあ今日楽しみにしとってください。もしそのそういうゼッケン風ができんかったらなんということでしょう。私ですらコンビニ生誕ティー、その生誕ティーを着て新幹線も乗れるぐらいのおしゃれ生誕ティーをついに、まあ大人になったということでね、一回挟もうかなととか言いながらね、まだ結構先なので全然意味わからんようなT シャツをね作ってしまうかもしれないんですけどね、まあお楽しみです。過去の作品で一番気に入ってるのはなんか作品って言ったらなんかすごい人みたい私がでもなんか今日ソロコンの T シャツを着てきてくださった方がいて、これが一番お気に入りって言って、確かにこれが一番可愛いわって思いました。あのソロコンのこう目と口が点のこう髪があって、こうやってイエってなってるやつわかる？白くてさ、ナチュラルなやつ、それがすごいいいなと思いました。すごい結構ヌ T シャツが人気じゃない？コメント欄。ヌはコンビニの店員さんもおしゃれって言ってた。ほんまかいな。感性疑ってまうよ。嬉しいけど。ヌいい？じゃあ次ねとかにしよっかな。前はヌだったけど、一個年を取って大人になったので次はヌの次のねにしますみたいな。何でもあり。次のすごい、そしたら毎年生誕ティー一瞬で提出できるわ。そう、ね、いいな、ぬみたいに書くけん、ねをねとぬってちょっと形にとるじゃん。じゃけんぬみたいにねを書くわ。全力で阻止したいです。阻止したい人たちでね、名前集めて署名してもらわんといけん。でもね、署名順番でね、リーダーとか分かったらいけんけ、あの分かる、みんな円になるように署名するやつ、なんか江戸時代ぐらいにあったやつ。あれで署名してください。仲良く、そう、あの書き方はねめっちゃ大事じゃと思ってね覚えてる。めっちゃなんて読むのそれ、かされん、かさ連半、うん、何これ、からかさ連半、これからかさ連半って読む、連番パン、どっちだ、
ねえ、みんな違う。カサレンパンジョ、カラカ、カラカサレンパンジョ。ねえ、すごい、誰も一緒じゃない。一緒の人おった？なんか違うんやけど、みんなみんなで一緒のようで違う。じゃあ何でもあり、割と読み方は己の読み方で読んでみたいな。あ、諸説ある系。なるほどね。カラカサレンバンジョー、カラカサレンバンジョー、カラカサレンパンジョーの人もある。うん。いろんな読み方あるんや。まあカラカサレンパンジョー、カラカサレンバンジョー、まあそれ、ウィキペディアかはカラカサレンパンジョーだった。カラカサレンパンジョー覚えとこう。これ覚えとったらさ、なんかいいことありそう。なんか何かと使えそう。カラカサレンパンジョー、カラカサレンパンジョーでみんな署名。どんな時に使うんよ。いや、やっぱさ、物申したい時はあるじゃないですか、人間誰しも。そういう時に自分よりちょっと目上の人とか組織とかに物申す時にね、自分一人だとちょっとあれだし、自分がリーダーってバレるとなんか殺されてるかもしれないから、そういう時にカラカサレンパンジョー使ったら誰が言い出しっぺかとかわかんないし、いいんじゃない。そうよ、そういう世界よ、ほんまに。カラカサ連番上しようところは知らんけど、ねえ、もうしびれた。やっぱさ、置いちゃダメじゃわ。置いたらさ、ダメじゃ、あの重心が左になってしびれるわ。セラ T シャツのデザインする。カラカサ連番状を、石田千穂のカラカサ連番状って書いてるやつにしよっかな。セーターって、いろんなさ、カタカナで書いたり英語で書いたり普通に漢字で書いたりした石田千穂、いろんな石田千穂を、30人ぐらいの石田千穂のカラカサ連番状の石田千穂、どう？いいんじゃない？ねよりは欲しい。確かにね、うん、その辺の候補にしたいと思います。でも確かになんかさ、おしゃれな T シャツとかさ求めてないじゃん多分みんな。でもね、求めてる人もおるんよね。求めてる人の声がね届いてくるんですよ、心に。普通にお話し会でなんかおしゃれなのとか着やすいのがいいっていうね、声も届くからね。変なのがいいっていう、変なのがというか普通にね、ちょうちゃんっぽいのというかアイドル T シャツっぽいのがいいっていう人の声が大きいというか、いっぱい届くからそれが結構伝わってくるんだけど、おしゃれなのをね求めてる人いるよね。おしゃれなネタティー、確かに。じゃあやっぱカラカサ連番状。楽しみ。ちょうちゃんの手形 T。 手形、確かに。だったら指紋がいい。
シモン T シャツ今年の私の運勢みたいな。手相ってさ毎年変わるじゃん。じゃけんこの手相をの写真こうやってで、みんな手相か見れる。こうやってちょうちゃん生命線伸びたねみたいな、毎年手相の写真そう、成長日記そう、毎年間違い探しする手相で。今年は変化あった？知らんな。一回しか手相占い行ったことない。あとあの AK ビンゴで見てもらった時ぐらい。私はね手相がいっぱいあるんですよ。見応えのある手相手をしてますよ。そう、でもなんかそのさ AK ビンゴの時にさ島田さんからさなんか人気線みたいな、なんか何回ね、でもなんかそんなんがあってめっちゃ嬉しかった。でもこんだけ線あったらね、いい線あると思うよね。よく分からんけど、なんか星型みたいなさ、分かんないけどそんな形のさ線がいいみたいな言うじゃん。だってそんなんね、うじゃうじゃありそうじゃもん。なんかいっぱいこんがらがっとるけ、線がありすぎて多分ないじゃろうけどそう、そうなの。手相いっぱいあるの。でも手相がいっぱいあるのってよくないんだって、なんか言ったとき言われた。大変な、大変でしょうって言われた。どんだけ見てもよくわからん。横線とか多いとよくないらしい。うん、普通に多いけど普通に多いな。まあ、その分縦も多いよ。横というか斜め、これ斜めってことにしよう。見方によってはね、斜め線え、シャープこういう形ならいいらしい。え、そのねシャープっぽい線が多いってね言おうとしたの。さっき頭に思い浮かんで、まあ言わんでいいかと思ったんや。なんか個人情報と思って急に急に個人情報と思って、え、こういう印ならいいらしい。マジ超嬉しい、ありがとう教えてくれて。ハッピーな気持ちになりました。その線がいっぱいある。そう、なんかピッピーみたいな。ありがとうございます。いい眠りにつけそうです、今日は。
ありがとう。 T シャツにしようとしてたのに確かに個人情報も何も全指紋、指紋じゃないね、全手相を晒そうとしてたのに。キャなんか今年というか今年度は生誕ティーの話し合いが多い気がする。皆さん、これが本当に驚いた石田千穂の リアクションです。え？すごい！え？え？え？すごい！見た。ええ、すごい、待って、すごい、私今この驚いた冗談の間ずっとこうやって数えてました。前回の100件見逃したのでリベンジしました。すごい。ナルドさん、このお祭り騒ぎくまくまお祭り騒ぎくまくまタワーありがとうございます。これなんて言ってお礼しましょう。あそこにね、クマのね、ちょっとこれは盛大にお礼したいと思います。だってすごい、タワーの掛け中分のやつ、マジで？ナルトさんありがとう、本当にびっくりや。ちょっと待ってて、あ、ちょうどいいやつがある。なんか感謝を伝えられるものを探しています、今なんだろう、そうだな、よし、ナルドさんマジでありがとうございます。なんてこった、すごい、すごいことだ。じゃじゃーん、そしてじゃじゃーん、ナルドさん、お祭りわっしょいわっしょいくまくま、お宝やばいやばー、めちゃやばすごすぎタワーありがとうございます、イエーイ、すごすぎる、こんなのが見れるとは激ヤバヤバヤバくまくまお祭り騒ぎわっしょいタワー、本当にありがとうございます。ちゃんとさ、クリスマスなんかこれからの時期っぽい。ありがとう、スクショタイム。
ありがとうございます。あともう一個ね、感謝の気持ちを伝えようと思いまして、Mステティッシュ贈呈したいと思います。ナルダさんには、ナルダさん、このMステティッシュを使ってください使いかけ申し訳ないんですよ、なかったことに。お話、いえいえ、お話しありがとうございます。楽しかったです。こちらこそめっちゃ楽しかったよ。ありがとう、ありがとうございます。本当に贈呈ありがとうございます。いただきましたいただいてもらって本当にびっくり、ありがとうございます感謝。これはね、あれなんですよ、あの使ってないんですよ本当に。何、めっちゃ昔あの開けたんですね、一番最初Mステ出させていただいた時。そう、それで1個開けたんですよ。じゃけんこれしか開けてないです。今まで数回出させていただいて、ティッシュいただいて、この1箱だけ開けてます。なのでこの開けてるやつをそう、これがねそこにあったので、そう、ありがとうございます。びっくりした、私は驚いたら声が出る派なんですけど、その驚きを超えると固まりますことが判明しました。ありがとうございます。すごい、メモメモ、そうだね、人間驚くとこうなるっていう検証結果が出ました。今日記念すべき日ですねありがとうございます。感謝です。時間考えてなかったけど今何時なんだ、全然大丈夫、まだだってさ、え、そうだよね、ここにね時計があるの。でもこの時計だとさ58分とかだからさ、びっくりした。すごい、なんだかんだ54分かも。ちょっとしたらお礼します。すごい、私なんだかんだ1時間20分ぐらいやったってこと。これなんか昔から家にある、昔というかなんか物心ついてちょっと経ったぐらいから、なんでだろう、わかんない。わかんない、電池変え、誰かが変えたのかな、わかんない、うん、そう、多分お母さんが変えたのかな。かわいいよねあれ、あれ見ることないけど私は時計読むより iPhone ピッと押してすぐ教えてくれるのがね好きなのでそう、時代だな。時代やな。
でも可愛いね、ジジ。ジブリ好きです。あー、びっくりしたな、ありがとうございます。じゃあお礼をしたいと思います。20位アッキーザラ大好きマンさん、19位シロケンさん、18位トトミチさん、17位シンタンタンさん。あれ、ランキング表示が取れ切れた、びっくりした。16位ユリアピースさん、15位カズキンさん、14位ツリケンさん、13位ガンスくんさん、12位アポロンさん、11位グリオティーヌさん、10位おいでます元気さん、9位南波のひさとさん、8位レアルさん、7位ゆずきちさん、ラッキーセブン、6位東京のスワンさん、5位陽一さん、4位クリネコさん、3位西尾さん、スイスイ。築城タワーもありがとうございます。2位辻田素さん、つーつー、すごい、タワーじゃない部分でいろいろ投げてくださったってことだよね、ありがとうございます。そしてそして第1位はピュルルピュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。今日はすごい、すごいですお祭りくまくま激ヤバヤバヤバタワー、ありがとうございました。お話し会もいろいろめっちゃ話せて楽しかった、ありがとうね。感謝の極みです、イエイ、ありがとう、ありがとうございます。ということで今日はお話し会と配信とありがとうございました。楽しい一日でした、いっぱい笑いました。ありがとう。今日の休みだった方多かったかなと思いますが、明日も頑張ろう。配信お疲れ様でした。またたくさん話しましょう、話しましょう、お疲れ様でした。また明日、明日も皆さん頑張ろうね。明日金曜日ラスト平日、おやすみ。